第一号が輸送艦は日本海軍の輸送艦の艦級。第一号が輸送艦は日本海軍が太平洋戦争中に開発、運用した輸送艦。昭和19年度に完成した強行輸送艦で一等輸送艦に分類された。計画当初は特務艦として計画され、特務監督型略して特特と呼ばれていた。なお、 一等輸送艦に分類された艦級が他にないため、単に一等輸送艦と呼ばれることも多い。日本海軍の公式分類は種別、輸送艦、等級、一等艦型名、第一航型、艦名は第高輸送艦である。日本海軍で最初にブロック候法を導入した艦型とされる。マルセ計画により46隻が計画され、呉海軍交渉と、 三菱重工業横浜造船所の2カ所で建造21隻が竣工、横浜の1隻が浸水済みだったが未成に終わった。太平洋戦争後半の強行輸送作戦に従事し、次々に撃沈された。対戦中に16隻を喪失、終戦を迎えたのは5隻だけで、終戦後に1隻が座礁沈没した。 残った4隻は福音輸送や捕鯨任務に使用後に賠償艦として引き渡され、うち2隻は解体された。日本海軍は太平洋戦争におけるガダルカナルの戦いやニュージョージア島の戦いなどソロモン諸島の戦いにおいて航空優勢の獲得に失敗し、適正空間下に海上輸送を行うこととなった。低速の輸送船は航空攻撃を受けて、 容易に撃退されてしまい、高速駆逐艦を用いた輸送では大量の物資を運ぶことができなかった。そのため、適勢力圏下で高速大量の輸送ができる新型輸送艦の開発と配備が各方面から求められていた。例えば1943年3月3日のビスマルク海海戦で駆逐艦、時津風以下護衛駆逐艦4隻。 輸送船8隻を撃沈された第8艦隊は、戦闘商法の中で高速小型輸送船に入り輸送力強化を要すと訴えている。これらの要望に応える形で、適正空間下で最前線に高速補給を行うことを主任務とする本方が登場した。また同様の経緯で、日本陸軍と共同使用を前提とした s b e 艇も開発され、最前線に投入されている。 なお、ある程度の戦闘力を備えた高速小型の修堤母艦という性格の艦船は、第1号型輸送艦の登場以前に存在していた。日本海軍では、戦前に旧式化した駆逐艦の一部を改装し、小海底と称していたが、その多くには太平洋戦争開始直前に再度の改装が行われ、後部にスロープが設置されて、陸戦隊上陸用のダイハツが、 搭載可能となっていた。対戦中盤以降の無月型駆逐艦や神風型駆逐艦も艦尾をスロープ状にして大発動艇運用能力を高めた艦があった。アメリカ海軍でも旧式駆逐艦や護衛駆逐艦を改装して上陸用集艇を搭載した高速輸送艦を建造している。本型は1943年から設計に入っている。 上記背景により、同年4月に軍令部から高速補給艦について協議があり、以下の要求が行われた。これは、低型駆逐艦の指揮会を一軸に減らし、空いた部分に物資を搭載することを念頭に置いた要求だった。この計画では、非常に能率が悪い艦型になってしまうため、輸送能力を強化した新艦型を設計することになった。 本来の任務たる急速補給任務に加え、大発動艇と水陸両用戦車を搭載しての攻撃的運用も追加要求されたため、完備に発進のためのスロープを設けることになった。1943年7月中旬から8月上旬にかけて打ち合わせを行って基本計画の概案が固まり、同年9月上旬に艦型が決定した。開発と建造は、 クレ海軍交渉が主導した。同地では海岸に本型の実物大模型を製造し、各種の試験や実験を行った。基本計画番号 J37。船体はブロック建造方式を採用し、生産性も考慮されていた。つまり、尖閣構造はブロック建造に合う構造にし、電気溶接を広範囲に採用した。カンビスロープ部分は複雑になってしまう分。 船体形状は兵型や低型解剖艦同様の簡易船図を用いた。海軍技術研究所の大水槽での実験で、巡航時、最高速時の両方に抵抗の少ない船図が得られた。また、戦訓に基づいて、防水区画は大区画とし、隔壁は最小限とした。完備区画は艦減が小さいため大区画にはしなかった。 クレカイ軍交渉で建造された第1号型は、ヤマト型戦艦1番艦、ヤマトを建造した選挙で2隻ずつまとめて建造され、仙台工程約1ヶ月での完成を目指したという。艦首の形状は、クレデの建造艦と三菱の建造艦で異なっていた。クレデ、建造の艦は、艦首側面形状が、水線上で折れ曲がっており、三菱で、建造の艦の艦首側面形状は、 寒底付近まで直線となっている。任務上、経過状態での復元性能も留意された。復元性能は、格子状態でレンジ87度、経過状態で80.7度だが、経過補填状態で87.9度と計画された。また、使用鉱材節減のために、船体強度が抑えられた。船体強度のさらなる検討で、鉱材削減の余地は、まだあった。 と戦後に記述されている。急速整備を考慮して、機関は松型駆逐艦の一軸分とした。ボイラーは、ロゴをポン式ボイラー2機、蒸気圧力3 0ラム平方センチメートル、蒸気温度摂取350度。主機は、カンポン式タービン1機で、出力は、全身9500馬力、後進2000馬力となった。高時間以下上、一軸推進は、 仕方のなかった面があるが、被害対策上は好ましくなかった。短期間に半数以上が失われた原因の一つと推測される。兵装も必要最小限として極力簡易化を図った。方向兵装は自営用の12.7センチメートル連装広角砲1機を装備した。97式2メートル広角速距離1機を環境トップに装備した。機銃は、 基本計画時で25立方ミリメートル連装機銃3機を装備、単焦燈大量源に機銃台を設けて、各1機、煙突後方中央に機銃台を設けて1機が装備された。第1号竣工時には25ミリメートル連装機銃1機、同単装4丁が追加装備された。その後に、当時の戦況を考慮して25ミリメートル単装機銃11丁、 1 3トル単装機銃5丁も追加装備された。1945年5月に竣工した第19号の場合、2 5ト、mm、ル単装機銃10機以上の装備が認められる。この時期の単装機銃は移動式が多く、はっきりした装備数は不明であるが、銃座のみを含めて最大28機程度の装備と思われる。水雷兵装として、 爆雷投下機動1条を装備、過小2式爆雷18個の搭載を計画した。こちらも後に、手動投下第4機を追加、爆雷も約50個に増やされた。対戦装備として、単身技や水中乗温機も装備され、輸送船団と行動を共にする場合、護衛艦としての任務も兼ねることができた。計画では十三式単身技と十三式、水中乗温機を、 各一組、装備、後期艦には3型単身技と四4式、水中超音機も装備されるなど、対戦兵装は強化されている。レーダーは22号電探1機を、環境上、後方部分に課題を設けて、装備、逆探1機も、全部マスト上に装備された。後にデリックポスト上十3号電探が、追加装備された。無線兵装は十七式特五号送信機一機、 92式特受新機改め4-2機、無線電話装置は2号話、総1型1機、92式特受改め4-1機、9 0式改め4-1機を装備した。単焦灯は、主式 75cm4 型単焦灯を改め、一応1機、前後戦争の間に、単焦灯台を設けて装備された。その他に 20cm 信号用単焦灯1機。 2キロワット信号灯1機を装備した。発電機は1 3 5億馬220、ボルトタービン発電機1機、50億馬ディーゼル発電機1機を装備、その他1 2ット1 0 5ボルト発電機1機、0 5キロワット2 2ト発電機1機を装備した。偽装も簡易化が図られた。火事は面積6.7平方メートルの平行台1枚、事取り機械は、 電動油圧式一機、そうだ装置は、テレモーター式を装備した。主イりは一点四トンを二丁、副イりは零点三五トンを一丁、主秒差は三十六ファイエックス十二節を二連装備、要病器は蒸気式一機だった。本艦型の一番の主眼として、二百設備等の偽装が設計された。搭載量は十四メートル特型運河瀬に4席、補給物件二百六十トン、 計310トンの搭載を可能としている。環境と艦室の間の船体に前後に2個の走行が設けられ、戦争は合計1025立方メートルの容積があった。戦争内にはチェーンコンベア式の溶化装置も装備された。200用に5トンデリック4本、13トンデリック1本、5トン蒸気敷揚げ、下器4台を装備した。両弦の上甲板。 間室付近から管備に向かってローラー付けの軌道が一組ずつ設けられ、ダイハツを左右二席ずつ搭載。管備はスロープになっており、取り外し式のブルワークが設置された。揚陸作業の際はブルワークを取り外し、スロープからダイハツを発進させる。ダイハツを搭載しない場合、特に式内過程7両の搭載と洋上発進も可能だった。 1944年8月5日に、竣工したばかりの第5号で8月17日に、公表的の発信実験が行われた。この実験で、速力10ノット程度ならば公表的の洋上発進可能と判明したため、太平洋戦争末期には公表的2隻を搭載して、フィリピン、沖縄方面の公表的輸送に使用された。また回転は6隻が搭載可能で、 回転を搭載、輸送した艦もあった。第9号は、同様にスロープを利用して、機雷不接艦任務を、マニラ方面で行った。第1号は、昭和18年11月5日に、寄港1944年2月5日、一等輸送艦、第1号型という艦種が制定。2月8日に、浸水、5月10日に竣工した。完成後、 わずかな訓練時間を経て戦地に投入され、その作戦性格上、強行輸送に従事。二等輸送艦と共に、ほとんどの艦が失われた。乗組員が、ジャイロコンパスの修理を依頼したところ、海軍交渉側から、出撃してすぐ沈むから、修理の必要なしと言われ騒動になったこともある。フィリピンの戦いに伴う、多合作戦では、第一号が大輸送艦と、 第101号型輸送艦は輸送作戦の主力となって活躍。同作戦に参加した駆逐艦、駆戦艇、輸送船とともに多数の輸送艦が沈没した。また、敗戦時の軍部の内部文書焼却で沈没位置や最後の様子、正確な乗員の名簿、乗員の構成すら残っていないものも多い。戦後、特別輸送艦の指定を受けた艦は、 ダイ難亡と海消の上福音輸送や捕鯨に従事した。第二次世界大戦後の一時期、残存艦船の一部は艦尾のスロープを利用し、戦争に冷蔵庫を増設、中部甲板にゲイ油採取のためのプレスボイラーを設置し、捕鯨母船への改装が施された。そして民間の太陽漁業株式会社と極洋捕鯨に貸し出され、小笠原近海捕鯨に従事している。 第三次にわたる戦後日本最初の捕鯨活動業績は以下の通り。なお各館は捕鯨業務中に運搬船と合流、燃料、清水、生鮮食品を受け取る代わりに芸肉をノしているので、夏季の前頭の芸肉を館内に積載したわけではない。春後日、戦歴と喪失原因日時、もしくは戦後の様子。建造所は、 三菱横浜イコール三菱重工業、横浜造船所、クレイコール、クレ海軍工廠。AB 一般計画要領書、P26 では、路合官本式艦海軍造船技術概要下館 P1724 では、保護本指揮官本式艦としている。一般計画要領書、P45 特務艦第2901号重量比較表、補給物件の合計値。 同 P32 の補給物件の欄は14メートル特運4貨物260トンとなっている。一般計画要領書 P32 の表記、上記、D をそのまま記す。ありがとうございます。